ところで人間は物質的な飲食物だけではなく、これは最初の日に皆さんに説明した物の扱いで、今は食べ物とか物質的なエネルギーのものを扱ってたわけですね。その他にそのデジタル化可能な情報というものがあるって言いましたでしょ。アナログであれデジタルであれ情報というものですね。それと関係あることです。今度はね、食べ物という物質的なものと関係ある情報の面でのものね。感情思考というのは情報の方に入りますので、人間は物質的な飲食物だけではなく感情をも食べて生きていると言えます。面白いという感情を食べたり、面白くないという感情を食べたり、頭でね、そういう感情を食べてるわけですね。中国古代学の古典皇帝内経あるいは皇帝大経に次のように説明されています。気は心を破り、土は肝を破り、死は火を破り、有は肺を破り、今日は腎を破る。さっき図解ありました、前に図解ありましたけれどもね。でこれは、本当にそうなのでね、関係性をよく見ていったらいいですね。自分でも家族でも、あるいは周りの人でもね、あるいはテレビに出てくる人でも観察してれば、観察眼がつけば分かりますよ。まずは自分で分かんないといけないのね。気、まあ皆さん涙流して笑いすぎるっていうことはあんまりないでしょ。昔あっても、こんなに年取っても笑いすぎて涙止まらないってないでしょ、めったに。落語や漫才聞いてね、おかしくてもう笑いが止まらなくて腹が痛くて涙が出て苦しいって、あんまりそういうのも最近ないでしょ。そんな番組もねありますか、中村さん。時々家族で笑います。まあそれはいいことだわね、一緒に笑い合うのは。いや、もっと若い時だったらもうおかしくておかしくてって反応するのたくさんあったけど、年取ってくると、まあ、あんまり反応しなくなりますよね、それはね。まあ若いうちはありますよね、もう笑いが止まらないぐらい、くだらないことで友達同士で話してもう涙流してね、友達が喜ぶんでとかって、そういうことってありますよね。まあ若いうちは耐えられるけども、70、80になってね、もう涙流して喜んで笑いが止まらないっていうと、これは危ないですよね。呼吸活動でもね、しゃっくり止まらなくて死ぬようなもんでね。でも土、こういうのはあるでしょ皆さん。そのあんまり怒んなくても毎日腹立てるとか、それありますよ。ですから、昨日ですか言いました、心憤慨の心ね、微細な怒り、これは誰にでもあるから、そのたんびに肝臓をチクチクっては痛めてるって思わないといけないから、手放した方が得ですね。社会的な不正に対して怒ってもそうですよ。あるいは国会討論とかで怒って反論したりする人もいるけども、ああいうのも肝臓を痛めてるんですよ。ですからなるべく冷静にね、理路整然と説明して、分かってもらわなかったらそれはそれでおしまいで、その方が賢明なんですよ。分かってもらうまで怒って反論するとかってね、それは肝臓を痛めますのでね。し、あれかこれかと迷ったり決断できない、それは火を破りね。火が弱い人はだいたい、まあ育児なしの人が多いし、頬もこけたりって痩せている人が多いし、逆に太りすぎている人もたまにいるんですけどもね。これは先延ばしと関係ありますので、決断力ですんでね、この死っていうのはもう決断すれば迷いってないでしょ。行くか行かないかっていう時にね、行ってしまえば、あるいは行かないって決めてしまえば迷いはないでしょ。やっぱり行こうかな、よそうかなってね、こういうのが良くないんですよ。で、言うは、まあため息その他でね、呼吸浅くなりますんで、本当に肺を痛めますしね。恐れは腎臓を破るっていうことで、これは恐れもほとんどの人持ってるんですけどもね、怒りとか恐れはほとんどの人持ってるんじゃないかと思うんですよね。恐れてもね、しょうがないんですよね。南海地震来るんじゃないか、東海地震来るんじゃないかってね、いつ来るか分かんないの一生懸命恐れてね、腎臓悪くしたら損するだけでしょ。来たら来たでしょうがないんだよね、地震っていうのは。
天才はね、受け入れるほかないと思いますね。まあせいぜいですね、本棚とか倒れても自分の本棚とかね、倒れても大丈夫なように突っ返しておくとかね、まあなんかそういうような準備だけ万全にしといて、来たら来たでしょうがないと思うんですよ。喜びも過度になると心臓が破裂しそうになり、これを痛めてしまいます。怒れば気が逆上し、血が頭にどっと上り、その分肝臓は貧血、この場合は量の不足。貧血には血が薄い方の貧血と血液そのものが足りない貧血ありますが、この場合は量が不足するっていうことですの状態になります。これは大事なことでね、頭に血が上ると肝臓の方のが貧血になるんですね。ですから肝臓の方が十分働いて、頭の方に血がなくてこう冷静な状態の方がいいんですよ。これは血が頭に上ってのぼせるっていうでしょう、うん、そうすると肝臓は貧血してるわけですから、バランスが大切なんですが、基本的には肝臓の方に十分にあった方がよろしいんですね。肝臓また血足んなくなると余計イライラするので、余計怒るでしょう、ますます血上るでしょう、逆上する。で怒ってパタンと倒れる人もいるわけですからね。思い考えすぎれば消化しきれず、まあくよくよ考える人っていうのはだいたい胃液の分泌が少ないって言われてます。頭使いすぎると胃液の分泌が足りなくなるって言われてますね。で消化しきれず脾を痛める、消化器系統を痛めることになります。まあ皆さん考え事をして食べたら味もまずいし、なんか十分食べたっていう感じもしませんでしょ。それずっと続けると本当に胃とか十二指腸とか悪くなってくるわけですね。憂い悲しめば胸も塞ぎ、ため息をついて補わなければ。ため息っていうのは呼吸活動が浅くなりすぎて、ため息つくことによってまた吸って補おうっていうような働きなんですね。ですから呼吸が十分でなくなり、肺を患います。まあ十分な呼吸活動しておかないと肺はだんだん弱ってくるんですね。あんまり過度な運動しすぎても肺を痛めます。ですからほどほどがよろしいんですね。恐れれば腰が抜けこれは本当ですね体の要、腰っていうの、月っていうのは体を指しています。身体の芯のことですね。それの要って書いてあるでしょ。ちょうど本当にこの辺り、腰の辺りですよね、の腎を痛めますっていうことですね。インドの聖典バガヴァッド・ギーターは再三執着、思い、恐れ、怒りに言及していますが、くしくも肝、脾、腎、肝腎脾ねを痛める三種の感情を戒めているわけです。家庭学で言っている肝腎脾とね関係あるっていうことですね。ですからあまり感情的になると内臓を痛めることになり、いくら自然食品をとっても血液は汚れかねません。ですから感情もね、温用、温健なものでないといけないっていうことですね。まあ五常円満っていうんですかね。以上を要約すると、自然な食品を節度を持って食べ、円満な感情を保つことが血液をきれいにし健康を得る基本であるということになります。まあ円満な感情っていうと金さん銀さんとか日本人としてはね、あのような人たちのようなことですね。でよく笑いね、頭もね100歳過ぎても明晰でしたしね、彼女たちね。